こんにちは。副業サポーター堀秀夫です。あなたがあと10年以上生きるなら輸出で稼ぐスキルは必須です。これから、年金不足とかね、景気悪いというようなことで、副業を認める方針にね、国が変わりましたけど、じゃあ実際どれぐらいの人が副業してるのか、それがね、調査した資料をたまたま見かけたんで、ちょっとシェアしたいと思います。これを見て思ったのは、皆さん副業も始めてるんだなと、あるいは始めてなくても必要だと分かって始めるんだなというのがよく分かりました。これは人材派遣をする会社の、調査なんですけど、正社員で現在副業している人は 10.9%、現在副業を行っていないが、今後副業したい人は 41% ということでね、10人中1人が副業していて、10人中4人が今後副業したいというふうに言ってる。なるほど、みんなしてるっていうよりまだしてる人少ないじゃんというふうにね、この数字だけを見ると、誤解する人多いと思うんですけど、考えてもらいたいのは、民間企業に勤めてる人、正社員、正社員で調査してます。で、実際問題、正社員でも所得の低い、要はブラックな企業なんかに勤めてる人はね、このよくありがちなというか、年収200万以下、年収300万以下、年収400万以下、要はこの平均より低い、所得の人は、ぶっちゃけあんまり副業っていう発想がないと。稼ぐとすると、パートに出るとかね、その給料をもらうという方の発想しかない人が大部分です。で、これが実は就労人口の半分ぐらいいます。半分近くいます。あともう一つ、すごい忙しくて年収すごい高い人、そもそも副業とかやってる暇もないし、そういう発想がない。逆に副業なんて、考えないからそれだけ忙しく働いて所得高いということも見えるんでね、そう考えると、実質的にはこの、副業をやれる人っていうのは全体のね、半分ぐらい、副業って発想がない人と、それぞれ、レベルが低すぎてと言っちゃ語弊があるかもしれないですけど、レベルが低すぎて副業という発想がない人、レベルが高すぎて副業という発想がない人、それぞれね、足すと半分ぐらいいます。ですから実際、副業という発想があって、会社以外に稼いでた方が、それはね、会社が何かあった時もいいなとか、年金足んない分を出したいなとか、あるいはね、会社、そんな面白くない仕事だし、自分で稼げるようになって独立起業したいなというふうに思って、副業にできる環境、やろうと思えばできる環境にある人でいうと、すでに10人中2人は副業していて、将来的には10人中8人は副業しようと思っていると。将来的って言っても1年以内とかそういう世界ですね。これは極めて真っ当で当たり前だなというふうに思います。何しろ、今もらってるあんたの給料とね、年金の積み立てだけじゃ、長生きしたら暮らしていけませんよっていうふうにもう国が宣言してるわけですから、そのことの意味が分かっている人は当然自分で稼ごうと、副業が必要だなというのは分かってます。そうじゃなくてね、もう人に何とかしてほしいと思うような人とね、そんな年金なんかどうでもいいと、俺は死ぬほど稼いでるという人にはもう、あんまりこの副業で稼ごうっていう発想はない。レベルの高い人とレベルの低い人には副業は関係ないというふうに考えるとね、副業できる人の82% か、8割か分かりませんけど、実質的にはほとんどの人がやっぱ副業必要だなというふうに思って始めようと思ってます。あるいは、この調査で正直に副業で稼いでる人がね、僕稼いでますと、答えることに何のメリットがあるんだって考えたら、実際の数値はね、もっと、副業やってる人、副業やろうと思ってる人高いはずなんで、副業やる気ないのにね、やりたいと思ってますって答えることはありえませんけど、副業、やっててもね、あれは副業とは言えないから内緒にしとこうと。あるいは本当にもう副業でね、本業より稼いじゃってる、あるいは本業並みに稼いでる人は副業やってますとは言えないというのを考えると、ほとんどの人は副業やってる。だからこそ、このね、副業とか輸出っていう、動画にあなたもたどり着いてるということが言えますんで、何か稼ぐ必要があるなと思ってるんであれば、今、何かね、これだっていうのが見つかってない人が何でもいいなら、あるいはね、一番稼ぎやすいのはオーストラリアのアマゾンに輸出することなんで、まずはこちらの無料アマゾン輸出メールセミナー、メールアドレスとお名前を記入して登録するボタンを押して、無料情報でオーストラリアアマゾンどれぐらい稼げるか、何をやるのか、その辺の情報をチェックしてみてください。以上、副業サポーター堀秀夫でした。